じゃあ今日もね、体重測っていきます。妊娠15日目なので最後の体重測定になる可能性が高いです。さあ、 151g、 やっべー。ちなみに前回の動画では妊娠12日目で 133g でしたので、もうこの2日間3日間で一気にね、爆増した感じになりますね。いや、ウギョちゃん本当にね、ご苦労さんだね。頑張ってるわ。うん。皆さんこんにちは、ハヤトのハムスター実況です。今映っているのが妊娠15日目を迎えたゴールデンハムスターという種類のおぎゅうちゃんという名前の僕の家族です。ということでね、ハムスター、ゴールデンハムスターってだいたい16日で出産することが多いんですよ。ってことはですよ、つまり今日が妊娠期間最後の撮影になる可能性が高いわけですね。おぎゅうちゃんです。そして隣にいるのがこの旦那さんのシルバーのね、シルバーっていうかグレーのハムスターのパッチくんです。目がパッチリしてるからパッチくんって言うんですけど、なかなかね、いい男だと思うんですけど、どうでしょうか。可愛いよね。まあまあ、とりあえずね、飯にしましょう。今日の夕飯はこちら。このよくわかんねえぐちゃぐちゃしたやつなんですけど、これは鶏肉と人参を茹でてすりつぶしたもんです。やっぱりね、タンパク質非常に重要でございます。そしてちゃんと食べてもらいたいので食べやすくしました。あとはちっちゃいペレットとこの硬いコーンね。これなんでかっていうと、妊娠したり出産するとめちゃくちゃ貯蔵しちゃうんですよね、食べ物を。なのでできるだけ腐りづらいものと思って、今日はこれをチョイスしました。でね、まあ与えていくわけなんですけども、まあ、若干多いぐらいがちょうどいいんですよ、妊娠して子供を産むって時はね。あとはミルクも少々与えておきましょう。あんまり飲まないんだけどね、一応ね、やっぱ大事ですから。まあぶっちゃけですね、結構ご飯に関しては気を使ってはいるんですが、答えはなかなかねないですよね。結局ハムちゃんが何を食べるかっていうのはもうこの子たちがね、自分で選んでやることなんでね。まあただ私が結構気にしているのは、子育て中ってとにかく餌を溜め込むんですよね、習性として。なので溜め込んだ時に腐らないもの、腐りづらいものをできるだけあげるというようにしてます。悪くなったら入れ替えればいいんですけど、この子たちもやっぱね、授乳したりしている中でこっちが手突っ込むとストレスになっちゃいますから、もうそれが交換ができない前提で考えるのも一つの手なのかなと思いますね。ちょっとですね、最近ミルクをあげてるので跳ねてしまってガラスについてすんげえ汚くなってますね。拭きたいと思います。ミルクあげると汚れます。こういう姿を見ると、まあお腹は大きくてバランスは悪くて動きづらそうなんだけど、割と軽快に動けてる方なのかなっていうふうに思いますね。パッチ君にも同じご飯をねあげていきましょう。でね、今まあこう出産を迎えるにあたってケージの中のお話をちょっとさせてもらうと、安全のためホイールを外してあって、床材をね、まあ結構な量入れてるんですよ。ちょっと待って、ミルクがやべえ、ミルクやべえ。まあ入れていまして、でね、まあどこで出産この子するかなっていうのにすごく、わかんなくてですね。結局このタコツボと、あと木の家もね、わざわざ980円出して買ってきました。これね、あんまり木の家ってそんなに好きじゃないんですけどね。ちょっと待ってね。木の家って腐っちゃうんで、あんまり好きじゃないんですけど、一応この子が選択肢増えればなと思って買ってきました。こうやってやっぱね、隅っこを掘ってそういうところで産むんじゃないかなと思うんだよね。でもよくよく見たらこれ木の家の入り口が狭くて、おぎゅうちゃん入れねえんじゃねえかなっていう気がしてきましたね。まあ、あとはね、ちょっと後でふわふわした綿でも入れてやろうかなという感じだね。まあ何にせよ、そのこの子がね、一番落ち着くところで出産してもらいたいですね。このケージの中に落ち着くところを見つけられればいいんですけど、で産んだ場所っていうのが、そこからだいたい小ハムが動き出すのがだいたいね、まあ1週間ぐらいかかるんで、それ以降も続くとして2週間ぐらいがね、この子の生活の拠点になりますから、やっぱりね、自分に合うところってのを見つけてもらえればいいかなと飼い主は思っておりますね。このゴールデンハムスターって種類は、交尾してからだいたい16日か17日ぐらいで赤ちゃんを産むわけなんですが、まあ僕らからしたらあっという間
なんですよね。だけどこの子たちって寿命がね、まあ大体よくて2年半とかだと思うんですよ。本当にもっと良い子はね伸びるけど3年とか。そう考えると 0.5ヶ月妊娠期間あるってことは、人間からしたらやっぱり十月十日と似たような数字になるんじゃないかなって気がしますね。だから僕らからしたらあっという間なんだけど、この子たちからしたら長い長い時間をかけてようやくね赤ちゃんが出て、ちょっとめちゃくちゃになっとるかな床材が。せっかくいい話してんのよ。そんなわけで、いつもおぎゅうちゃんのことを応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。順調にいけば次回の動画が赤ちゃん初登場になると思いますんでね、ご期待いただければと思います。それでは最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。いよいよ出産を迎えます。おぎゅうちゃん頑張れ。ごきげんよう。